めっちゃ遅れて本当にすいません。本当にごめんなさい。最初は40分にできるだろうって思って、6時40分ね。できるだろうって思って40分に設定したんですよ。で、まあ、そしたらちょっと SNS を見すぎてしまって、いつもお風呂入ってから配信してるんだけど、配信した後にお風呂はちょっとめんどくさいんで、お風呂入ってから配信行くんですよ。配信行く？配信するんですよ。だからお風呂入っててなんじゃ、お風呂入る前に予約したのね、40分でも。そしたら意外とお風呂が長引いて、もう40分無理でした。で、あの髪乾かすやん。でお風呂出た時に40分って設定したから、あれゴム飛んでっちゃった。あった。お風呂入った時に設定したから、お風呂入った後に設定して50分ですって。でそして普通にね、まあ、10分あれば髪乾かせるでしょって思って髪乾かしてたら、髪乾かすのに15分かかってしまいましたすいませんちょっと予想以上の15分時間をねかけてしまいました。私、あ、すごい雪降ってる。私の配信にも雪が降ってました。こんばんは、お待たせしました。そして私はね、あの実はあのツインテールにしたかったんですよ今日。試みでも髪巻いてないからさ、ドライヤーしかしてないからさ、なんか触覚みたいなのが出せないかな。最近めちゃくちゃ毛量増えてきちゃってさ、こっちだけでもこんなにあるんだよね。早く美容院行かないとって思って。こんばんは。こんばんは、リーマ。こんばんは、こんばんリーマ。骨格を分ける作業明日から実はね、学校なんですよ実はちょっとこの土日さ、私休みなかったんで、実はなんですけど、一応土日もう終わるんですよね一応土日終わっちゃうんですよ。知ってましたみんな実はずっと仕事してたんで、私は気づかなかったんですけど、実はもう土日終わるんですよ。待って、予想以上に手こずってるんだけど、私触覚を開けるのに。こんな触覚少なかったら悪いな。あれり？ちょっと手こずってる、めちゃくちゃ。タウン氏は10人まで、こんばんは。タウン氏はね、1人までですよ。10人までとか言ってる人は1回小学校からやり直してみてください。で、単体の意味をちゃんと理解してください。セタちゃん、お疲れ様でした。お疲れ、どうでしたちょっと MC がねグダグダすぎて、私はちょっと本当に申し訳ないですちょっともっとやりたかったかも。もっとねマジカルユーネやりたかったんですけどちょっとねグダグダすぎました、ごめんなさい。
からみんなで反省してたよ、いやめっちゃぐだってたねって。まあでも笑ってくれてたからだからまあいいやってなってましたあの MC 組でね、ぐだってたけど笑ってたからいいや。でもさ、ユーネとバナナって一緒じゃない？イントネーション。ユーネ、バナナ。ユー、バ、バナナ。一緒じゃんね。絶対一緒なんだけど。なのにみんな笑うからさ。絶対一緒じゃんって思ってましたよ、私は。いろんな公演で疲れた。まあ、そりゃね、疲れますよ。楽しかったから余計疲れるんよね。なんか、なんて言うんだろうな。楽しい時の方が疲れるんですよ。遊園地行ったと、行った後とかもめっちゃ疲れるんですよ。すごく楽しかったのに。でまあ今日普通にレッスンしてたんで、まあ、余計というかまあ辛かったですね疲れに疲れが上乗せされた感じで。だからもうさ、来週どうなっちゃうんだろう私って思ってます。綱といいや、個人的に一番でもないな、まあ、普通に辛いのはあれです。学校を早退して公園行って行った日があるとして、その日に体育がある日すごい変な文脈になった気がする。体育がある日に早退してそのまま公園出た時ですかね。まあその時もまあだいぶね、足の疲労がやばいです。私はあの運動好きなんで、体育好きなんですよ。あ、水泳以外ね水泳以外体育好きなんですよ。だから体育はもういつも全力でやってるんですけど、で公演も別に全力なんで私、だからきついですねやっぱり足は。あとね、若干筋肉痛、ここがここあの曲げるとこ、なんでこんなとこ筋肉痛になったんやろって思って。あ、ありがとう。リーボ一番後ろだったけど見えてたよ。あ、いるって思って。いい女、男を待たせる。そうなのじゃあわざと待たせたってことにしていいまあダメですよね、ごめんなさいね。氷ありがとう。スノーですね、あなたたちがスノーを降らせてくれてたんですね。お風呂から配信でもいいのに。若干アウト若干アウトコメントですね。お風呂ゆっくり、ゆっくりはしてないですねお湯入ってないです。ハートありがとう。スノーありがとう。ユリーナ今日はなかなか遅い。まあそうですね、今日はちょっと公演が早かったんで。ハートありがとう。許してあげる、やった。結婚してかける10。まだツインテしてないけど、まあいいや。どうしよっかな遅刻阻止で自分阻止みたいなもんですね。遅刻はダメですよ自分で分かってるんですけどね。なんかさ、ツインテールをさ、なんか後ろをめっちゃ綺麗に分けるみたいな装置欲しい。本当にうまく分けれなくて、リーナいつもふわんってなってるんですよ。コバンありがとう。マネー Thank you。 こんばんは。15分でヘアセットアップできるんだ。ヘアセットアップっていうのかわからないけど、普通にドライヤーで髪乾かしただけなんですけどね。15分あれば乾きます。あのリファのやつ使ってるんですよ。リファのドライヤー、あれめちゃくちゃ風力すごくて、いつもは20分かかってたんですけど15分でできるようになりました。ツインテール、そうだよ、クソ似合うわ。子供っぽいからでしょ子供っぽいからでしょ。髪の毛が舞った気がする今。私ね、あのクリスマスプレゼント何にしようか迷ってるんですよね。
っと低いか。難しい。下整えたら上がごちゃごちゃになるし、もう逆に上と下やってたら横がぐちゃるし。私あのツインテールするとさ、コラッシュみたいになるんですよね。コラッシュになるんですよ。だからもう私のツインテールはもはやなんかコラッシュっていう名前の髪型みたいな、新しい髪型できるんですよね。なんかここになんかあるの気になる、気になるちゃんだね。こんばんは。元気な葉っぱより元気だった。あ、よかった。くるくる回ってる葉っぱがいたんだね。そんなんで仕事とちたことない。仕事の前にお風呂入らないんで。仕事だってお風呂夜に入るやん。仕事大体次の日じゃないですか。朝風呂とかあんましないし、なんで大丈夫ですよそれは。ちょっと待ってよ、コラショ以前の問題。本当に毛量多くてやだな。ちょっとまた美容院行きます。赤白振りながらリーちゃん見てました。可愛かった、ありがとう。ちゃんと私の言ったことをやってくれてる。ポッポってなんだ。ハートありがとう。腰ぐらいまで伸ばす。え、私切りたいんですよ。伸ばしてると切りたくなるんですよ。なんで私はすぐ切れるようになったらいつでも決めます。研究生は基本このなんて言うんですか、あの美容院でパッサリ切るとかはダメなんですよ。でも結構なんかみんな言ってるかも、ロングの子はボブにしたいって。でも大人はロング好きですよね。ハートありがとう。巻き髪ロングは好きなのよリーナも。でも負けないからリーナはどっちにしろ年の関係で。だからなーって感じ。負けるんだったらロングでも可愛いんだけどね。あれ高さが違う。なんか何やってもうまくいかない。そろそろ髪の毛切らないの？ボブできないんですよ。研究生は基本同じ髪型なんですよ。こんばんは。どこまで髪の毛を伸ばすかなんだよな問題は。何の問題なんそれは。そんな深刻な問題になってるんですかそれ。待って、髪の毛にさゴムが絡まりついてるというか、ゴムに髪の毛が絡まりついてるというか、取れない。取れた。ミアの千秋楽に申し込んだ。みんな来てよ、絶対来てよ。もう一生見れないかもしれませんからね。
We are growing up を歌ってるリーナも、まあ、チャイムは見れるだろうけど、鉄のあるから水のないプールとかね、あと今君ダウト詩人ないよね、うん、まあ、ね、あんま見れないですよ今君とか特にね、あんまコンサートでこうとかでもやるイメージないからさ、もう本当に見れなくなりますよ。毛量増えるっていいことではないですか。まあみんなからしたらね、もしかしたらちょっと髪の毛がなくて困ってる方もいると思うんですけど、私からしたらちょっと髪の毛が多すぎて困ってるんですよ。まあ人間ないもの狙いなんでね。まあ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 。なんでこんな小出しになるんだろうリーナ。なんか違うよね、わかる？毛量が多すぎるから。なんかさ、何が違うんだろう。なんか違うんだよね。前髪でも巻ければよかったな。ここの触覚変だったね。オッケー。一緒、こんなもんですよね。 OK です、完成。こんばんは、杉本凛ちゃんの弁解。何弁解って。スノードームありがとう。え、スノードームめっちゃ欲しいんだよね私。スノードームってめっちゃ良くないですか。まあ、正直何に使うって言われたら何にも使わないんですけど、てか使えないんですけど、でもなんかあれは置いとくだけで幸せになるんですよね。一家に10台ぐらいは欲しいですよね。雪ありがとう。スノーイン。俺はどういう目で見ればいいのだろうか。知りませんよ。今見てる目で見てください。明日からまた仕事だ。そうですよ。私も明日からまた学校と仕事です。普通に仕事もあるんですよ。大変ですね。土日割り怖い。そうなのよ、私は土曜日の夜が好きです。金曜日の夜も好きです。私も明日から仕事。じゃあ頑張りましょう一緒に。明日は私は3連休。いいな、いいな。サザエさん症候群って何。いや、サザエさん見たことないんだよね。イクラとカツオとマグロはいないか。サザエさんとタラちゃんとなんかタマちゃんみたいな猫いたよね。あとはマスオさん、あ、リリーよく覚えてんね。トビウオさんみたいなのもいるんじゃない、もしかしたら。あとはちょっと魚の名前が思い浮かばないかもしれない。明日から月曜日。そうなんですよ、明日が平日なんてまたまたご冗談を。今現実逃避してる人も中にはいるということで。サザエさんも終わったから。みんなサザエさん見てるんですか。そんなみんな見てるんだ。私はね、あのドラフモン派でしたね、どちらかといえば。あそぱそもそも好きでした。ちなみに来週俺は京都に遊びに行く。いいな。私は京都はね2年前とかに行ったかな、もっと前かもしれん。おはよう。
ほらありがとう。うねったりしなそうな髪、え、めっちゃしますよ。今はちょっとあのさっき乾かしたばっかなんで綺麗なだけです。そう、触覚逃亡事件、どこ逃げたん私の触覚。毎日頑張ってて偉い、嬉しい、ありがとう。いや、褒めてくれるのは嬉しいですね。ひなちゃん晩ご飯食べましたか？晩ご飯食べてないです、この後食べます。マジカルリーナ、リーナと言ったらなんだろうな、リーナと言ったら ENFJ MBTI 出てくる、ここで ENFJ と言ったら主人公、主人公と言ったら大岡さん、大岡さんと言ったらプリチープリチーと言ったらマイメロ、マイメロと言ったらサンリオ、サンリオと言ったらピューロランド、ピューロランドと言ったら東京、東京と言ったら東京スカイツリー、スカイツリーと言ったらでかい、でかいと言ったらミキさんですね、やっぱり私がビッグと言ったSK で一番でかいのって誰なんだろう、大きい、身長が高い誰なんだろうね、逆に一番ちっちゃいのって誰なんだろう。手こずりな、手こずっちゃいました神サラサラだね、ありがとう。私あれができるようになりたいんですよ、なんか宿毛矯正した人のさ、なんかこういうやつわかる、なんかちょっとやだこの毛やだ、私が収納した毛、まあいいや、もうこれいいやこうやってグトゥルーみたいなやつをやりたいんですよ私は。こんばんは、小学校から、まあもちろん小学校からですよ、まあ足し算でもしといてください、辛辣じゃないよ。公演楽しかった、ありがとう、ちゃんと振ってたね、ヨネちゃんの結婚式かける1逮捕です、5人まで倒しですよねっていうね、嘘を稀につく人もいますよこの世の中には。マジカルユーネ面白すぎた、ならよかったならよかった、重機勢揃い、そうそうね、重機全員嬉しかった、楽しかったですね。キョッピ様から重機全員のエモい写真送られてきて、重機しか勝たんってなってる、キョッピ様のメールを取ってるっていうのを私に直接報告すると、どういう神経ですか。まあでもあれですね、あの一緒に練習してました、一緒にあの練習してまして、11期で、でそれをその後に撮りました写真、え多分それだよね、違う、普通に普通のやつですかMC になるとポンコツになるリーちゃん好き、いやそんなさポンコツじゃないんだけどリーナ、違うんだよな、なんかポンコツなわけじゃないんだよ、単純にリーナが思ってたマジカルバナナと違かった。えでもそんなそんなルール変わっ違くなかったくないか、えルール一緒だったよね、ルールだってリーナは別にマジカルユーネって言ってないだけだよ、その 1,2,3,4,5,6,7 7文字なかったらルール違反なんですかルール違反、ルール知らないみたいな、だってリーナ何々といえばって言ってたじゃん、ユーネといえばなんとかなんとかって言ってたじゃないですか。メール取ってるのリーちゃんだけ、嬉しい、それは素直に嬉しいですね、ありがとうございます。動画は良かった、えでもそうでしょだよね、 SK カレンダー申し込んだ、もちろん全部リーナですよね、私もちょっとね買いたいなって思ってるんですよ普通に欲しいんですよね、私もできればねメンバー全員の欲しいんですけどね、私 DD なわけじゃないですよ、ただ単に普通に一緒に行動してる仲間としてですよ。MC は経験積んでなれるしかないから、今回のも経験の一つとして生かしていこう、まあ、そうですね、まあ今回は稀に失敗しなかったパターンですね多分普通に普通だったら失敗してたと思うんですけど、まあ面白いということで丸め込まれたおかげで私は
無事です良かったです。まあ笑いが一番ですよ。笑ってくれたなら良かったです。試験さんこんばんは。バナナと一緒にされるゆねちゃん、いや一緒じゃん。じゃつづりですよ。ゆねちゃんが一緒なんじゃなくてつづりが一緒なだけです。疲労困憊って読むのこれちょっと知らないけど、私習ってないんでそんな難しい感じ疲労が溜まってるってことですね。私もね傷つけようじゃないわ、気がつけば溜まってるんですよ。まあ傷ついたら溜まるでしょうねって感じですけど。来週の声当たんなかった。そうなんだ。やっぱり倍率がね高くなってるんですよね。まあ会える時に会いましょうスケンさんオンリーワン。いつも髪整えるのそんな時間かかるよ。かかるの？まあそれもだってドライヤーするのにはねそれ時間かかりますよ。あやばい、足がビリビリしてる。リーナの足にあー乾電池。いやすごい、うわービリビリ中、今ビリビリ中です私の足、しびれてるあれですよね、なんか運動した後にポカリとか飲んでうわーしびれるみたいな言う人いるじゃないですか。マリーナ言うんですけど今そんな感じの状態です意味合いは違うんですけど。こんばんは。せや昔からそう、昔からダメなの。でもね一回だけ25m 泳げたことあるんですよ。あの背泳ぎはいつも泳げるんだけど、背泳ぎ以外で、まあ、クロールなんですけど、一回ね小5の時になんか水泳大会みたいな、なんか水泳大会ではないんだけど、なんか保護者が見に来るみたいな、水泳にみたいなのがあって、で私はうわママとパパ来るわって思ってでどうしてもさ、やっぱりさ 25m 泳がずに途中で止まっちゃうのはもう絶対嫌だって思って、でも私息継ぎできないんであの小5の時はねママとパパが来た時限定で 25m 息継ぎなしでクロール泳げました。いやめちゃくちゃきつかったですあの覚悟してプールの中入りましたその日は本当にやばかった。まあ泳げた時の達成感はやばかったですけどね、達成感よりもきつさが上回ってました私は。息継ぎするとね私沈んでっちゃうんですよ、溺れるんです溺れるからね頑張ってました。でも小5のリーナ頑張れたのに中3のリーナ頑張れなかったんですよまあなんでやっぱり、まあ、小5の私はすごかったなって思ってます。なんで小5頑張れたのに中3頑張れないんだろうって思って。体育プラス公園辛そう、そう辛いんですよ。マットとか得意ですよ私。プール平泳ぎで2キロ、マジ2キロってリナだな、な何十倍かじゃない、すごっ。平泳ぎってさカエルみたいなやつでしょ。リナあれさできるんだけどさ、一応 25m 泳げたわ、泳げたけどね、あれねリーナね45秒ぐらいかかったんだよね 25m 行くのなんかどうしても足じゃ進まなくて、この1かきで私は進んでたんですよ、1かきで進んでたんですよ。ちょっと私はね なぜか息継ぎができないんですよねキックもできなければ息継ぎもできない。だから私はいつも水泳の時は足じゃなくてもう手だけの力で進んでます試験さんハートありがとう。あよいしょよいしょ、 なんだよいしょってハートありがとう、誰もありがとう。水泳がそう苦手なんですよ水泳。ダチョウシンポジ、いや違います、私はセンター以外やったことあるんですよ。ちょっとセンターもやりたいんですけどね私は。リータにならどれだけ待たされても構わないです。じゃ あの 100年とかも待てますかお疲れ様です、お疲れ様です、こんばんは。ガチョウってなんだすごい効果音ですね。
今湯煎に入ってる。あ、ナウ湯煎ナウいいな、リーナも湯煎に浸かりながらアイドルの配信見たいなこんばんは。なんだこれ、あ、サンタとトナカイか。あのトナカイっていうかもうさ、奈良のシカしか思いつかなくてさ、トナカイです。トナカイって実際に住んでるのかな、日本じゃないわ、まあ、いるんですかね、実在するんですかね、知らないですけど、ありがとうございます。慌てんぼうのサンタクロース、クリスマス前にやってきた、急いでぴょんぴょんぴょん、急いでぴょんぴょんぴょん、ちょっとリナ歌詞知らないんだよね鳴らすよ鐘を、リン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 だった気がするわかんない、私わかんない。クリスマスか、もうクリスマスだよ、みんなクリスマスで一番有名なさ、そういう童話みたいな、童謡みたいな曲、何があるんだろうね、わらべ歌みたいな、なんだろう。私、え、でも一回ね、リーナ慌てんぼうのサンタクロース来たことあるんですよあれクリスマス前にプレゼント置いてありました、一回だけあの慌てんぼうすぎて、まあ、笑っちゃいましたね。まあ、最初さ、まあ、いつも部屋のドアの前かクリスマスツリーの下に置いてあるんですけど、まあ、その日は、その慌てんぼうの日はベッドの下にあって、でなんかねなんかの袋に兄弟分まとめて入っててまあ一つ一つ包装されてるんだけど、それがまあ一個の袋にまとめられてて、でまあ、なんか誰かここになんか袋置いてんねみたいな、まさかさ1日前に来ると思わんじゃんで思ってたら慌てんぼうでしたやっぱり気になってさ、え、もしかして慌てんぼうの可能性あるよねみたいな、お姉ちゃんとざわざわしててまあちょっと慌てんぼうでしたねまあきっと忙しかったんですよ。今日クリスマスプレゼント買ってきた後お手紙書く、やった、ありがとう。クリスマスプレゼントほど嬉しいものはないですよ楽しみに待ってます、ありがとうございます、かわいい、ありがとう。でも私さ、たまにさプレゼント送る詐欺されてるんですよね。なんかね、今年の夏ぐらいにプレゼント送ったって言われて未だに届いてないんですよえ、なんかあれなんかな、もしかしたらスタッフさんにこのプレゼントはダメだみたいな、却下されたかもしれないんですけど、私はねすごく期待してしまうので送ってくれるって言ったらね、待ってます。12月10日の公演ってどっちだ、鉄菜かな、やった、ありがとうございます。あのサリーも振ってくださいね、フォローありがとう。ツインテールワクワク、誰のクリスマスプレゼントですか、誰のクリスマスプレゼント、何が、え、慌てんぼうのやつ、え、誰のクリスマスプレゼント、何、あ、リーナんだよ、リーナのクリスマスプレゼントですよ。私15歳なんだよ、クリスマスプレゼントもらえますよ。誕生日当日に公演なんて初めて、え、いいじゃん、当日の予定が埋まったじゃないですかいいじゃないですか、クリスマス、あ、サンタとトナカイありがとう。これなんだっけ、スノーありがとう。普段必要なもの、まあね、必要なものがいいですよね。でも何が必要なんだろうって思って、まあ、靴とか嬉しいかもね。靴だったらさ絶対使うやん、だからまあ嬉しいですよね。まあ、靴ってすぐ汚れちゃうしさ、
あと何が嬉しいだろうな、カバン、カバン嬉しいかも。あとジャケットかな、取れたのもんかな。もう本当は福袋とか頼みたいんだけどさ、福袋ってさ今の時期売ってないじゃんね。福袋やっぱり、まあでもコスメもいいなって思うんだよね。まあでもやっぱりコスメは乾燥肌とかさいろいろあるんで、私の私独自の肌とか、まあ好きな質感とか見え方に、あと色とかね、まあ、最近はなんかイエベブルベグリベみたいなのもあるんで、まあやっぱりコスメは自分で選びたいかなって感じですね。あ、ハートありがとう。12月16のウィーヤ投げた。え、やった。待ってます。こんばんは。リアルコラショやな。そうなんですよ。キョピさんも前にドライヤーの重要性を語ってました。いいドライヤー使うのは大事。そうですよ。キョピさんの話しかしませんね、君。やっぱりいいドライヤー使うことによってね、乾きが早くなる。コラショ、そう、コラショなんですよ。よっこらしょじゃないから。いつの時代に住んでたか分かるし、よっこらしょとか言われたらね。ハートありがとう。トナカイの写真めっちゃ可愛かった。え、まだ3枚ぐらいありますよ。みんなトナカイの生写真絶対に私のゲットしてくださいね。ハートありがとう。かわちいかわ、やった。誰もありがとう。ツインって頭引っ張られてる感ない。リーナ的にはポニーテールの方が頭引っ張られてる感あるかも。一つにまとめられてるから。なんで二つに結んだの。スノーありがとう。昨日のゆるちゃんの生誕祭の手紙は誰からでしたか。あのそれはあの DMM で確認してください。見てないんですか。クルリーナでユヌちゃんの誕生日祝いした時、クルミンがサプライズ用意してるのを聞かされてなかった。本当に知らなかった。本当に知らなくて、じゃあもう帰ろっかって言ってたら、なんかケーキ来て、えって思って、そしたらちょっとリーナちゃんはなんか頼む時にちょっとこれ量多いからやめた方がいいんじゃないとか言いそうだったから、伝えてなかった、ごめんねって言われて、確かにリーナそういうこと言いそうだなって思って、自分でも思って、ちょっと笑いましたね普通に。まあでもね、私あれなんですよ、私ってすごいさ、めっちゃなんか同期にさなんかいろいろバラす人とか思われてるんですけど、私約束破ったことないし、あの普通に演技できちゃうんで大丈夫なんですよ、そこら辺サプライズとか。なんで安心してください。なんかいつもさ、なんかそう思われるんだよね、なんかこの子絶対すぐ秘密バラすとかさ、なんかあるじゃんよくさ、これ絶対秘密ねみたいなのをリナあんまり言われないんですよ人から。なんか言われると思ってるから。でも私口めっちゃ硬いんですよ、知ってました。普通にこれ言わないでねって言われて行ったことないんで一回も。これ全然あの安心してください。これ全人類に知ってほしい、私口固いんですよ。言わないでって言われたら言いません。でも言わないでって言われなかったら普通に言っちゃいます。初見です、こんにちは。ぜひ一緒に、あの私を一緒にじゃないな、応援してくださると嬉しいです。スノーありがとう。昨日ユニットで振ろうと思ったけど振れなかった。なんでですか。あ、でもなんかあれか、なんかピンクになってたよね。ピンクに赤と白を足せばリーナなのにね。ハートありがとう。消えるようになったらバッサリ行く。いや、バッサリ行きますよ。ハートありがとう。ボブいいね、本当。でも大体の人がロング好きなんですよ、大人の人って。初見さんハートありがとう。今日ハート色なんで。ショートが好き。ショート可愛いよね。ウルフとかも可愛いなって思う。待って、めっちゃコメント上行っちゃった。
すごく下にいたんだけどさ、私コメント、あ今戻りました。カレンダーは全部リーナの写真にしてもしまった。えすごいじゃん。じゃあこれからもリーナ推しを極めてもらって栄光を称えます。地域のお姉さんの中には染めたいっていう人もいる。えそうなんだ、知らなかった。 I love you, thank you、 ありがとう。髪の毛切って切りたいんですよ。ショートの時ない、ボブの時はある。ツインテールで叩かれたいって M すぎません？私 R なんでそういうことはしません。ハートありがとう。高さ違う時は首傾ければ OK。 そうなんですよいいね、ありがとう。ツインの高さが違うのおてんばっぽくて可愛い。だ私なんかおてんばって言われるんですよ。可愛い、ありがとう。めっちゃツインテールにやってる、やったもしかして不器用？いや不器用対応じゃないんですよ私私実は不器用対応じゃないんですよね。そんなに家庭科も別に成績いいし、そんな私不器用じゃないですよ。別にあの針も通せるしねスノーありがとう。ショールームの背景クリスマス仕様、確かに今気づいた。クリスマスってさ紫、紫じゃないわ、あの緑と赤のイメージだから紫と黄色があって気づきませんでした。最初の髪型は自分で決めるの？相談して決めるの？ボブかロングかは書類審査で送った写真通りの髪だから別に自分で決めれないです。なんかもうそのままって感じでもそもそも研究生は変えちゃダメみたいなの知らなかったから、私は多分知ってたらボブにしてました。もっと上で結んでください。やだ似合わないもん、当たらないといけない。そうですよ、千秋楽当選させてください。リーナ組みんな当たってくださいハートありがとう。せながら雨見れなくなるのやだ。いい曲ですよね、いいやっていい曲多いんですよ。千秋楽は投げたよ、日頃から投げてくださいよ。みんなが日頃から投げてくれてたらさ、もっと続いたかもしれないですよ。ダウトもあんまりない、確かにダウトってないかも。詩人とさチャイムはよく見かけるけどさ、子犬もねあんまないかも。ウィーニングもないし、あとは水ないプールもないしね。ウィーアーはたまにあるかな。あとなんだ、まあ強がりとかは、まあ、追加曲だけど、まあそうだね、あんまやんないね。ダチョウもねみんな見れなくなるよ。かわいい、ありがとう。ウィーアーはコンサートで歌うことありそう。そうだよね、ウィーアーはありそう。髪の毛切りたいくらい長くなってる。そうなんですよ、切りたいんですよ。想像以上にコラショ、そうなんですよね本当にいつもコラショになるんですよ。いい感じ、それは良かった。ハートありがとう。コラショツイン可愛すぎる、やった。小学生になった、なってませんよ。髪の毛よりも視力が欲しい。視力悪いんですか？私めちゃくちゃ視力いいんですよね。左右非対称なのがリータなし、やだ。そんなこと言わないでよ、対称にしたいんだけどリーナ、やだ。対称なのがリータらしいって言ってよ。非対称は悪口ですよ。ハートありがとう。フォローかありがとう。ツインテール可愛い、よかった。スノーありがとう。もうちょい後ろ側にしたらコラッショに見えんのやない。あ、そういうこと、前すぎた、そういうこと。おでん作ったけど煮すぎてジャガイモが破壊、すごいじゃん。まあ汁までも美味しくなるからよか、いいんじゃない。しげんさん可愛いです、ありがとう。ぜひ押してください。ツインテールで生まれてきたんじゃないかっていうくらい似合ってるなんかバカにしてんのか褒めてくれてんのか分かんないけど、ありがとうございます。こんばんは。なんかさ、ベビーフェイスになりたいけどさ、子供っぽいって言われるのは嫌なんですよねどっちなんだいって感じですよね髪長いうちにツインテールで公演してるところ見たい。
まあ確かにいろんな声、いろんな髪型したいなとは思います。元気アイドル可愛さオンリーワン、オンリーワンはダメじゃない？それはナンバーワンじゃない？可愛い人一人しかいないみたいな、それは絶対違う。可愛い、ありがとう。ダビ対ショートの戦いについて今配信してた。え、ダビ対ショートまで行った？やばくないあれ。ショート死なないでよ。私の愛しのショートはちょっとね、行ってほしいですよね。でも私はね、まあでも正直ショートが勝つのは分かってるんですよ。ショートが負けるわけないじゃないですか。私の推しが負けるわけないんですよ。まあだからまあそこはいいとして、私は爆豪が気になります。だって爆豪さ、心臓破裂しちゃってんじゃないの、あれ内臓やばくないですか。ちょっと私は爆豪の行方が心配ですね。まあ私結末大体知っちゃってるんで、考察とか見てるんでね。まあちょっとこれ以上は言わないですけど。いいじゃん、よかった、語れるやん。じゃあさ、通り部も見てよ。通り部も見てよ。通り部、通り部、通り部って本当に素晴らしいよ。マジで今激アツなんですよ。スノードームってプレゼント、いけない気がする。どうなんだろうね。ツイン可愛い、ありがとう。スノードームは1回に10台って多すぎ、多すぎ。火曜の夜は別に好きじゃないかな。翌日が休みっていう幸せの夜、そうなのよ。明日からまたお仕事、お仕事はいいやん。金土の夜天国、そうなんだよね、金土の夜マジでいいんですよ。マグロいない。そうだ、見たことないリーナ。15周年のグッズの特典でリータのサイン入りチェキ、おお、おめでとう。鉄な終わった、あー鉄なね、波平と船っていう規模が大きすぎる存在、規模大きいの、波と船みたいな、そういう感じ。もうちょい上で行ったら本物のコラスよ。あーじゃあ上にしなくてよかった。トビオさんいない。トビオさんいないんだ。いないんだ、波平とかいんのにトビウオいないんだ。トビウオいなかったんだ。ぶっちゃけサザエさん見てない、見てないんかい。リナ見てないです。サザエさんじゃんけんに命かけてる、すごいじゃん、負けたことないんですね。昨日のマジカルバナナ、アンズティアンの萌えゼリフが聞けて楽しかった。まあ楽しんでもらえたのはいいですけど、まあちょっと本来のルールとはずれました。ハートありがとう。この前朝テレビつけてたら、あそパソマスやってて知らないキャラめっちゃ増えてた。まあ今は私も見てません。私は今通り部とあのヒロアカで激アツなんで。今日の夕食は唐揚げでした。いいな、京都に、京都明日行くなんちゃって。あ、本当は行かないよね。本当は行かないよね。あ、ありがとう。もうポチャッコの名前も出てこなくなりました。でもクリップ使ってるよ。新しく入った子がでかいらしい、ココハちゃんかな。でかいよねあの子。ビッグ死ぬ、いやビッグなんですよ。ヒメタンさん、ビッグ姫のこと、ごめんなさい、ヒメタンさんに釣られて姫言葉って褒め言葉じゃない、え褒め言葉じゃん。だってさ、ビッグって大きいって意味なんだよ。大きいイコール背が高い、だからビッグイコール背が高いなんですよ。わかります。ハートありがとう。私は身長大きくなりたいんで、ビッグは私にとっては褒め言葉ですね。沖野みおもれさん、みおもれさんね、スタイルもいいしね。ゆねちゃんとか小さい、でも意外とゆねちゃんよりもちっちゃい子もいるんですよね。あんずとか。またありがとう。こんばんは、面白かった、よかった。リーナ MC 無双する、やった。
でもそうしてんのいい意味なのか分かんないけど、最初にマジカルを、ああそれお決まりなんだ、そうなんだ。スノーありがとう、ハートありがとう。その足をツンツンしたいっていうね人たまにいるんですよ、やめてください、痒くなるんで。背泳ぎだけ泳げるのかそう、背泳ぎだけ泳げるんですよ25、そう泳げないの25メートル、致命傷ですかこれ。スノーハートありがとう。保護者が見に来る水泳なんて地獄、もうだいぶねだいぶ地獄でしたよ。知らない人もいるし、知らない人にさ、あの子25も泳げないんだクスクスってやられるの嫌だから頑張りました。そう本気のクロールでしたよ。息継ぎなしは偉い、偉いのかは分かんないけどできないんで息継ぎが息継ぎなし25メートル、え結構すごいじゃないですか。私も結構誇りに思ってます、小5の自分に。息継ぎできないっていう理由が可愛い、いやできないんですよ本当に、可愛いとかいうレベルじゃなくて本当にできないんです、溺れてるんですよ。こんばんは、9日の公演東京から見に行きます、うちは持ってくね、りーちゃん推し、やった嬉しいいつでも待ってます。今なら身体能力上がってるからもっと余裕で25メートル、いやそれが無理なんですよなんかもう違う、身体能力とかそういう問題じゃないんだよね。だって私水泳以外本当に完璧なんですよ、めちゃくちゃできるんです水泳以外なのに、水泳だけ本当にできないんですよ、いくら体力が身体能力高くても。なんでもう水泳無理ですでもそれパパとママに息継ぎなんでしないのって言われるの、えなんか褒められた、息継ぎなしで 25m すごいよみたいな褒められました今日の髪型は可愛い、やった息継ぎしない方が溺れる、いや息継ぎした方が私は溺れます。水飲んじゃうわけじゃないですよ、あの頑張ってあーってやってもあの息吸えないんですよ、だから意味ないんですハートありがとう。生き止め対決自信ある、いやないです、本当に死ぬ気でやったんで私の死ぬ気は多分みんなにとっては普通なんで。高校は授業でプールないところを選ぶ子が続出、えそうなんだ、めっちゃいいよね、でもプールちょっとね地獄ですよ本当に。仕事で海6キロ、6キロやばい、大丈夫ですかそれ。ハートありがとう。45秒、え本当に45秒ぐらいワンコロだから息継ぎが得意なの。犬かき、え犬かきできるんですよ私息継ぎできないってことは潜水に向いてる、何潜水って。ハートありがとう。倒しにも息継ぎが必要、それはいりません、結婚してくれるうち逮捕です、私みたいに息継ぎなしで押すんですよ。いるんだトナカイ、すごい、おいしいよとか言わんといて、結婚してくれるうち逮捕です。日本ではトナカイは動物園にいるけど野生ではない、野生はやっぱりいないんだよね、貴重なんですよねトナカイって。誰もありがとう。飛べない、まあそりゃね鹿みたいなのが空飛んでたらびっくりするもん。クリスマスリーナ家でパーティーしますよ、通常通りだと。ハートありがとう。リアルアラアテンボーサンタさん、そう本当にいたんですよ、探したらダメ、違う探したわけじゃない、本当に置いてあったいつもの場所に。全てを悟ったような慌てん坊のサンタクロース、本当にもうそのまんまですこんばんは、初見さんもこんばんは。一度送ったけど届かなかったことある、そうなの、次はフライパンのフライパンの何これ、蓋、あ蓋は正直欲しいですよ、でかすぎてさないもん蓋ショールーム視聴者プレゼント、そんなの私にはないです。ほらありがとう、チャケンさんこんばんは。みんなはああやって言わなきゃダメなんですよ、リーナを見れるだけでプレゼントだよって言わなきゃダメなんですよ本当にもう足何センチ、リーナ足ね24センチです、服
袋をプレゼントしたいけど金額オーバーしてるから無理。何の福袋ですか、そんな高い福袋。福袋中身次第なら1万超えてるもの入ったらアウト。え、あ、そういうこと。え、そんなのも見られんの。そう、コスメ難しいんだよね。そうなのよ。ハートありがとう。コスメのハッピーバッグが今売ってる、新年明けてもあれは出ないから今買うのおすすめ。出ないんだ。ありがとう、あのためになる。いつの時代って令和の今も生きてるわ。それは知ってる、そういう意味じゃない。個別よりランダム派。そうなんだ。個別も買ってよ。ランダム派とかない。リーナ派でしょ。これリーナだったら何でもいいんですよね。ハートありがとう。実質リーナのバースデーとはどういうこと。そう、言いそうって言われてるの。そうなのよ、口固い。そう、めちゃくちゃ固い。私意志が固いんで、私はすぐ顔に出てサプライズできなそう。ほら、そういうこと言われるの。でも私演技得意なんで顔出さないんですよ。通常通り接するんですよ。だってさ、いつもね、生誕の時ってあの事前に送られるんですよ。あなた何係です、手紙誰ですみたいな。でくるみの生誕祭の時にマヤさんって、マヤさんが手紙ってことをリーナは知ってて、知っててさ、普通にくるみん今日手紙誰だと思うみたいな。いやリーナも知らないんだよねみたいな言って、なんかくるみんは本当にリーナ知らないんだって思ってたらしいですよ、知ってたのに。だから私大丈夫なんですよ。リーナ不意に言ってそう。不意に言ってそう。でもなんか絶対言わないでとか言われてたら、あの常にそれが頭にあるんで大丈夫ですよ。一番年下だからすぐ秘密を話しそうに思うのかな。まあそれはあると思う。ほらありがとう。思ったこと言っちゃうじゃない。まあ思ったことはね。まあでも言わないでって言われたら言いませんよ。嘘つけなさそう。つけますよ。ファンのことはすぐメンバーと共有する。だって言わないでって言われてないもん。もし言わないでって言われてもさ、ファンの人はね、あのダメなんで、ダメなことなんで。 DD とか口方信じていいの。いいですよ全然。元気の葉っぱってどのくらい元気ですか。めちゃくちゃですよ、リーナと同じくらい。これ言わないでよ、文頭に添えれば秘密ごと守れるみたい、かわいい。守れますよ、当たり前じゃないですか。ファンの皆さんの推し情報、推し事情はすぐバラすのに。でそれはあの秘密にしてとか言われてないし、私が勝手に知ってるんで。カレンダー12枚のうち9枚リーちゃん。誰ですか他。絶対サックと書いてるでしょ、最低です。昨日の MC 見て思ったけど意外とポンコツそうだから。もう違うんだよ、本当に分かんなかったんです。マジから言うね。3人くらい分かりますよ。3人絶対4人いるでしょ。だってさ、推しさ、リーナとルーさんとアヤメロさんとエゴさんでしょ。4人いるじゃん。おてんばりーちゃんとか昭和のドラマでもありそう。じゃあちょっと実写化で。あ、スクショタイム取るんで、あのポーズを依頼。やばい、時間がない、時間がないない。家庭科の評価はね、絶対針通せるかどうかじゃない。まあ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 、まあ、それは置いといてね。まあ縫うのもね、やっぱり器用さが出てくるんで。結局ワンワン1回しか。そうですよ、大事なワンワンだったんですよ。レアですよレア。かわいい、ありがとう。後ろの方だったけど前の人が低くて視界良好、良かったそれは。ハートありがとう。ワンコロバクト同士の人、推しが負けるはずない。まあそりゃそうですよ。リナバク号はあんま推してないんですけど、まあトドロキくんね推してます。オリジン組いいなって思うんですよ私は。原点って言うんですけど、シナも耳長いです。リーちゃんとアニメの話できるのはいいけど、同時にキャラへの嫉妬が。いいじゃん、トガヒミコ推してんでしょ。リーナトガヒミコ別に何とも思ってないんで大丈夫です。でも私同担拒否なんで、あのショートくんだけは押さないでください。あの私のものなんでね、絶対押さないでください。
命かけてるけど負けても行きます。一応今年は勝ち越ししてる。いいじゃん。やばいやばい時間、え待って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 、えどうしようどうしよう時間がない。ちょっと今度今度そのスクショやる。やばいやばいやばい。え本当に時間がない。オッケー。ちょっとコメントもね全部読みますこの後。ギフトありがとうございます。今度ねあのスクショ今日言われたやつやるんで絶対逃さないでください。じゃあ